場所塚古墳は、京都府常陽市日向川茶屋内にある古墳。形状は、前方公園墳。久刹川古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている。常陽市北部、木津川う岸の丘陵地に築造された、大型前方公園墳である。場所塚の古墳名の由来は不明。丘陵一帯では、本古墳や久刹川車塚古墳。 丸塚古墳の大型古墳3基を含む古墳100基以上からなる必殺川古墳群の分布が知られる。現在の墳球は竹林で覆われ、これまでに数字の発掘調査が実施されている。墳形は前方後円形で前方部を南方に向ける。墳球は2段築成。墳球長は約110メートルを測るが、これは必殺川古墳群中では必殺。 川車塚古墳に次ぐ第二位の規模になる。墳丘コビレ部には左右両側に作り出を有する。墳丘表面では吹き石、普通円筒埴輪列の他、継承ハニワが検出されている。特に囲い,い形埴輪は公園部、作り出の谷間に据えられており、築造当時に墳丘谷間が導水、有水採取空間に見立てられたことを表す事象として注目される。 噴球周囲には縦型の集合が巡らされており、外定上では大型円筒波に割れつも検出されている。主体部の埋葬施設は年度格で公園部中央において噴球主軸と平行に形成される。日立川古墳群では埋葬施設に石材がほとんど用いられないことが知られており、その特徴が大主張語である本古墳まで一貫する様子が指摘される。 この年度各は大規模な洞窟にあっており、発掘調査では洞窟港から副葬品の一部と見られる甲冑片が検出されている。この場所塚古墳は、出土延東派には、末期から古墳時代中期の5世紀半ば頃の築造と推定される。本古墳の外部施設の様相は中期古墳として典型的なものになる。また、 久津川古墳群の大主張簿としては、丸塚古墳、久津川車塚古墳に後続する最後の築造とされる。古墳域は1987年に常用紙指定史跡に指定された後、2016年に国の史跡に指定されている。古墳の規模は次の通り。ありがとうございます。